はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も北摂モテチャレをやっていきたいと思います。モテ順位、上げるために、一応今回の方針としては、二宮を外してリョーチンを入れてます。で、二宮を外したことによって男性キャラが一人になったので、全体的な特攻のパーセンテージは 15% 下がってますね。結構落ちました。まあ PSR のねプラゴのリョーチンがいればもう少し下げられたと思うんですけれども、持ってないので SR のプラゴでやっていきます。で、ただ、今回男性キャラが1人になったことにより通常のときめきタック、これの回数が、増えるはずなので、まあ、基本経験点をね、どんどん稼いで、全体的なモテランクを上げていくということになります。北摂3キャラいますけれども、まあ、ここはね、モテ力が試されるところになります。北摂3キャラでも回していける、そういうモテるための力が必要です今回は。で、この編成ってやたら前イベが多いんだよね。せっちゃん以外前イベなんですよ、男性キャラ抜かして。だから普通にイベント消化できるかって言われたらどうだろうね。特にミオちゃんの告白とかせっちゃんとかの北摂キャラの告白はもう意図して起こせるんで気にならないんですけれども、やっぱりねミオちゃんの告白が結構肝になるんで、せっちゃんミオちゃん 11%。 あ、そっか、まだできないのか。メンタルには何にもない。強行しよう。なるべくもうミオちゃんの評価を早々に上げて少しでも告白の可能性を上げる。よし、ここはいいね。監督もいるしミオちゃんもいるしリョーチンもいる。で、リョーチン今回ね守備なんで、まあ、今回っていうか、まあ、得意練習が守備なんで技術は割と稼げるかなと思います。で、メンタルはいいんで早々にときめきをやっていきましょう。まあ、まずはせっちゃんだね。やっぱりできれば1回で引きたいんだけど、大きく上がった。いや、監督評価告げ口するなよ。まったくモテない男のひがみだな。あ、練習を先に見よう。練習を見ていい練習があったら練習優先。みおちゃんだね。今のところの第一候補はみおちゃん、せっちゃん2番目。せっちゃん2番目だけど勝手に評価上がってくんでときめきで大丈夫。尽くしてくれる女の子だからこの子は。ほら、もう告白された。まず1人で体力も上がってボケ合戦、これヨーロッパ、なぜかというとクリスマスをせっちゃんかみおちゃんと過ごしたいから。お、いいね。経験点的にもかなりいいな。で、ここでただハッチの評価を上げちゃうときついかもしれないけど、筋力必要だからやっとこう。これでパワーヒッターが取れればパワーヒのコツは潰しちゃいますか。で、ロードワークはもう出てどん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 せっちゃんの評価を上げていく。さらにパワーヒッター、あ、取れるよね、取れる。で、メンタルはみおちゃんか。もうみおちゃん大丈夫だから、せっちゃん上げつつりょーちんの評価も上げていきますか。オッケー。で、ときめきりょーちんが先だね。ハッチよりはりょーちんだな。経験点的な話をして2回必要だよね。なので練習をまた見つつ、エプレミちゃんもいるか。ちょっとエプレミちゃんもやっぱりタックを組めるっていうのがね重要だからね。どっちが作ったの。こういう時にコツ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 とせっちゃんの評価を上げていく。で、野球のリズムはとりあえず進めておく。切ってもいいかもね。せっちゃん3でしょ、ハッチも3。
だせっちゃんも早々に4にしたいんだけど、ちょっと両チンをときめき状態にしよう。かなり上がった。よし、つけようつけよう、流れに乗る、よろしくね。でロードワークは出る。せっちゃんイベント1のハイエーナ、これ絶対。あ、いいねいいね、ミオちゃんの告白が来たので大丈夫だなこれ。ってことは、お、いいね、もうときめきが来てるよ。そこまでだけど、それでもかなり美味しい。りょうちんとハッチあげます。でクリスマスは最悪せっちゃんと過ごせなくてもミオちゃんと過ごせるはずなんで、評価的にそれを狙っていこう。早急にやっぱりタッグを決める状態へ持っていく、これが今回ちょっと趣旨になるんで。あ、そうか、これでまたあれか、上がるのか、止める。これはちょっと監督評価が上がるからね。この2人の評価は大丈夫、今のところは上げなくても大丈夫。ではではでは、まずりょうちんがときめきになってるんで、ちょっとりょうちんをタッグを組める状態にする。でハッチがまた、りょうちんはとりあえず乗ったね、乗ったんで、じゃあハッチ、早飲み。これどうすればいいんだ、負けるとやる気下がるんだっけ。あ、精神が下がったけど、まあいいや。あ、ハッチまだか、ハッチがまだ、乗せとこう、とりあえず乗せとこう。で練習試合代打、ここはもう絶対代打だよね。ここで打てるか打てないか、かなり今後の監督評価が変わってくるからな。ちょ、やっぱりミートもうちょっと上げとこう、もう一段階上げられるっしょ。よし、これでいきます。今回ポジションはショート、理由は特にない、なんとなく。いいね、ピッチャー抑えてるね。あ、俺パワーヒッターだ、そういえば。いや、危ねえ危ねえ、なんか打撃の調子が良くないな、練習試合の。センターフライになってもおかしくないバッティングだったな。ここはもう経験点は気にしない、とにかく監督評価。あれ、これ何がいいんだっけ。全力で応援しよう。あ、いいね、走塁ここで取れるのか。何が足りない、技術が足りない、結局技術足りない問題に陥ってんだけど。乗ったは乗った、全員乗ったね。では、ハッチはちょっと年明けくらいにしよう。レッスンができない、なんで、体力がないから。一回ミオちゃんデートしておこう。なぜかというと、初回のデートでミオちゃんのやる気は上がらないから。ミオちゃんのやる気ってか俺のやる気ね。で本当にやることねえな。でレッスンを1回やろう。1で、ツボ犬はもう絶対やる、とにかく経験点のために。よし、技術をゲットしてさらにときめき、まあ、誰も爆弾持ってないからね。で走塁はもう早々に潰して、メンタル、まあまあまあ全然いいでしょう。でこれでハッチか、ガガガ、触り癖がついた。よし、ミオちゃん、サボり癖大丈夫、やる気は下がらなかったけど、なんかで治ってほしいな、この謎練習。多いね。でここもミオちゃん大凶、まあしょうがない、やろう、とにかくやろう。サボり癖だけど
このまま強行する。うん、でこういう時ちょっとやっぱりサボり癖は直しておきたいんで、 OK、 やる気が下がってないのがまあまあまあでかい。よし、一応スイープ目的でちょっと D まで上げとこう。 D までしか上げらんないけど、そもそもで、でどうしようかな。こういう時にそろそろ、あ、ハッチがもう乗ってるか。あ、でもそうか、一回ときめきアップさせて下校して、まあ、彼女にするっていうのは必要だけど、りょうちんレッスンレベル3、あ、そうか、みんな上がったんだ、2で技術100で、ここはよくわかんないから22、りょうちんアンパンの評価いいよ。よし、これで経験点を稼ぐ。ちょっと回復したい。ここは可憐に行きます。あー、来てないか。一応来るかなーと思ってちょっと可憐で体力を上げたんだけど来てないんで、行きますか。そろそろだって始まるもんね。ハッチ、これで告白が起きた。付き合おう。君は4人目だ。それも俺の心のまま。いいですね。お、早速稼がせてもらうよ。ま、とんでもないでかいタックではないんで。で、バレンタイン、誰が来るんだろう。ミオちゃんであってほしい。いや、絶対ミオちゃんでしょ、評価的に。だよね。さて、もう毎週怒るくらいなってほしいんだけどな。どうだろうな。まだいいか、まだもうちょっと貯めておくか。で、まあ、爆弾は抱えたままだけど、進めるか、ミオちゃんを進めるか。新アーティストはやっぱり欲しいんで。あれ、鈴木ってアーティスト取れるんだっけ。ああ、2人目だよね。やろう走塁。ちょっとさばいとく、まんべんなくさばいとこう。肩で守備で、ちょっと精神が余るからこんな感じ。3人ついたらちょっと1人は消しにかからないとね。いかにモテの俺とはいえ、3つの爆弾を抱えるのは相当の危険がある。これ受けないとどうなの。ちなみに、あ、これだけか。赤爆弾大丈夫、まだまだいける。臨床はね、やっぱりかなり稼げるんで入っとかないと。536600だよね。帳尻合わせ。3人目来た。いや、これはちょっと何にもないんでさすがに消そう。ハッチ、爆弾除去、ささやき破り、肉、もやし、せっちゃん、りょうちん、これ食べられる。おお、スイープ。うわ、いない、いないっていうか何にもない。パワーを上げて、やっぱり敏捷だね。めちゃくちゃあるな。
いっか、ちょっと除去しとこう。うお、何にもない、マジで何にもない。ミオちゃん、そもそも経験点を更新できないと絶対更新できないからね、総合経験点。これで火がつくんだ、いいだろう。その火をついた爆弾、俺の糧とする。洗礼の一撃、洗礼を食らいそうだ。大丈夫だ、よし、まだ洗礼は食らってない、いける。このままガンガン攻める。ささやきや、ラブパワーがなくなってしまった。まだ大丈夫。ちょっと、ちょ待って、これダメだよね、これはダメだよね。ちょっと一応見よう。エプレミちゃんだけでしょ、いないから、これはこれは確実に消そう。爆弾除去、いっそ。ちょっとコツつかんでるやつ、大丈夫です。神ミオちゃん、チャンスは取る。ちょっとコツのあるやつを取っていこう。一層だ、スイープ、打開、競争心も2だしね。ささやきだって4になってるし、ラッキーボーイ系はまだ骸骨があるから、ローボールヒットも4、ホーム突入ヘスラ、軽いやつ取ってこう。怪我しにくさって2個取れる、あ、取れんね。よし、これでまた進めていきますか。ちょっと練習を見て、8か、8どれくらい取れんだろうな。やる気を上げれば発動するんだよね、アロマグッズ。ラブパ付きか。今爆弾どうなってんだっけ。爆弾ゼロ、爆弾ゼロか。まあいいや、ちょっとやる気回復として使っちゃいましょう。もう4月だしね、この状況で2つ残しておいてもあれなんで、リカバリー用に1個取っておけば大丈夫。ほら、来た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 。これはちょっとね、守備がいい。一応見るけど、ゲスゲせっちゃんがいるからか。経験点のバランス的にはちょっと待って、本当にいくつ、これ一回計算します。いや、これ全然臨床の方が高いわ。838ポイントな、これ。あの、通常のやつも合わせて。これラブパワーやっぱ効いてるからね。ちょっとまた、結局総力が、こうなって、こうなって、こうなって、やろう、総力を。今、爆弾を持ってない状況でこれだからね。一応、エプレミちゃんちょっとくれました、点数を。いない。いないときは、ミオちゃん。これで、アーチスト。で、アーチストは掴んじゃいましょう。プロテインは、飲まない。よう、来ない。こういうラブパワー中にね、来てもらいたいんだけどね。で、内野安打取るでしょ？技術がない。例によって技術がないな。かく乱とかも取れないな、そうすると。だって普通に練習する価値は結構高くない？でも経験点ラブパワー中ってめちゃくちゃ経験点高くなるな。ときめくか。ちょっとりょーちんレッスンしよう。技術をくれ、3上がれ、2、まあいいや、100流し打ち。これどうしよう。せっちゃん、よし、監督許可も上がって、まだ続いて、またこれかよあ、エプレミちゃんとのタッグか。技術稼いどうてよかった。ちょっと総力ブースト使うでしょ。さらに一層取ろう、一層じゃねえ、間違えた、かく乱取ろう。からの速攻もいけんな。で、本塁生還、だいぶ微笑をさばいたけど結局微笑余りになって、で、技術が足りない。
これは宿命なのか。トリックスター、これもドロー。もう早いよ、めちゃくちゃ早いよ。多いね。もうさすがに切れるよね、ラブパワーは。あ、これやる気回復したね。よしよしよし、ありがたい。今のはマジでありがたい。またかよ、また敏捷。ちょっとずつ稼いでいきましょう。で、風邪ひいて、風邪ひいた時に来ないんだよね、鈴木。ここにな、誰かが絡んでくれればよかったんだけど。で、ちょっとすいません。もう、両チンレッスン、もうとにかく技術が欲しいのよ。よし、100。こうやって100を稼いでいく。上り竜。で、99。あ、これも絶対こっちだな。またでも敏捷がとんでもないことになってるんで、でこれ体力がなくなってきたな。バント、盗塁、アシスト、迷宮姿勢、なんかもはや分かんねえ。10%。いや、どうする、ちょっとすげえってほどじゃないからな。せっちゃんと、いや、みおちゃんのデートを終わらせよう。なんかよく分かんなかったけど、前回満点くんなかったからね、みおちゃん。一応これで完走させておこう。さらにちょっとパワーが全然少ないんで、筋力を吐いていきます。敏捷だよね。で、大体ちょっとクイックにまで手出すから、打球反応、牽制、投手用の敏捷、送球がそれなりか、流し打ちは取っちゃおう、悪球も取っちゃおう、ムードも一応取ろう。あと技術があれば、トリックスター、トリックスター軽いな、3だと。100くらい使ってほしかったんだけどな。で、足りないんで、両チームレッスンしたいんだけど、いかがでしょうか。というか、個人レッスン。上がるの、そもそも。1しか分かんない。あ、でも100。で、またか。またこれですかい。今回、なんか、でかいのっていうより、やっぱ小銭を稼いでるよね。偏るときはマジで偏る。760、これをどう処理するかだよ本当に。アベレージヒッターはいいよ。あんまりその技術を使いたくないんだよね。で、今のところアイテムは一つ残してるんで、うん、なんか3人入れた割にはあんまりこう爆弾にならない気がするけど、それもそういうことなんだろうな。爆弾が発生するときもあれば発生しないときもある。全然弾道がしょぼい気がする。げっ、何やってんだこいつ。ティオチン焦りすぎだ。総力 S だから。ちょっとホームランが打てないんですけど、1本目。二宮がね、今あの解放レベルが0だから、特攻パーセンテージがどうしても低いんだけど、二宮がもう少し解放してればね、まあ、男2人入れて二宮っていうのが良かったんだろうけど、一応手札的にはね、二宮の SR が3枚くらいあった気がするんで、突っ込める状態であるといえば突っ込める状態ではある。もうちょっとやることがない、本当にデートしかないね。でもせっちゃんだよね、そうするとようやく初デート、ここに来て。いや、俺は野球一筋だから。うわ、来ない、本当に来ない。もう今さら敏捷もいらないし、まあ、爆弾を抱えておこう。
金徳はしかも取れない。でもこれってさ、甲子園行く段階でもう経験点って見えるよね。8月の1週になって経験点がなんか伸びなかったらもうおさばらでいい気がするけど、まあ、最後までやります。あれなんだこの弾道の低さは。アーティストのはずだぞ俺は。パワーも別に A あるしね。白田バッティングがしょぼくなっている。5回の裏北節攻撃に入ります。先頭バッターはタンゲ投げました。これは確実に持ってくる。だから前回ほどのあれがないもん。この能力値の上昇が。前回なんてなんかプルヒッター取って広角打法取って、プルヒッター取って広角打法取ってみたいなことやってたからね。それを考えればやっぱり伸びてないんだろうな。最後、まあ、あ、筋力、まあ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 いいでしょう。てか初めてじゃん。あ、違うか。上5。一回練習しとく必要がある。新アーティストもないしな。この800をなるべくさばきたい。超ラッキーボーイで70。打球伸びとか14だしね。トリックスター取っとくか。明鏡止水85か。まあ他のもだいぶ使うけど。あ、守備度取ろう。で4番もも取っちゃう。ここをサイン。一発逆転600。技術とうまくいってさばけるかさばけないかっていう感じだね。これプルヒッター取ろう。敏将さばくために。なんか最初の方でもそんなことやった気がすんな。経験点的にはこれだけどさ、やろう。ちょっとでも伸ばす。あ、せっちゃんの評価5が戻ったわ。15% 下がったってことは経験点的にプラスで何%稼がなきゃいけないんだ。1万7000とかだったから多分1万8000近くは稼がないと3点。そもそも更新できないよね。この編成はもう2万点必須だな。特攻のパーセンテージが下がるんで。フルヒッター合ってよかった。いや全然知らないけど。ツーアウトランナー二塁という場面で、これはいい当たりだ。入ってバッター。やはり点を取られるな北節。リードで迎える5回です。マジで安心できない。一塁という場面で丹下、今日5打点を挙げています。第2球投げました。あっと、いった。耐えろ、よし耐えてる。松浦立ち位置が左だ。3打席連続でホームランを放っているタンゲ、インハイに送ってストライク。引っ張り警戒。投げました。もうアーティストのフルヒッターだからね。第3球をそりゃ引っ張るしっていう。打ちました。引っ張りすぎた。次が4球目投げた。打った、引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第5球投げた。アウトコース低め。スライダーはスタミナ F か。さあ6球目、まあ、リリーフで出てきてるからね。打ちました。いい当たり。ワンバウンド。ヒット。タンゲツーベース。なってん。危ねえんだけど本当この高校。これで70入るから、いやダメだ、もう絶対敏将さばけねえわ。ちょっと少しでも技術からの明鏡止水。りょーちんのなんか活躍がな、そこまでって感じだったからね。りょーちんがねもうちょい活躍してくれれば点は伸びるんだろうけど、
ワンアウトランナー一塁三塁という場面。このさ、初回に絶対点を取られるよね、この高校。いや、わかるよ、文部高校とかさ、みんな強いからバッティングの力。投げたくないもんだって、俺ピッチャーで文部相手に。北節リードで迎える5回です。武とかね、能力高いからね。初球を打ちました。アウト。これで響キャラとしてはそうだけど。今日2本のホームランを放っているタンゲ。これはフォークだね。文部ここは引っ張りに警戒します。投げた。いやもうちょい下か。ボールは中継。早いな足が。さすがに早い。右バッターだけどね。これ左バッターだったら三塁とか狙えそうだね。90、特にタックはない。この90をまず肩いけるところまでちょっと上げて、で呼吸で少しでも、まあ、敏捷ポイントをさばきます。474まで落ちたか。で肩、まあ、行きましょう。コツ粘り打ち、そして虹谷。さあ、まあひたすらこれだよね。ひたすらこの積み重ねよう。いつか点数が伸びるその時まで。でピッチャーはね、俺ちょっとあれを持ってないんだよね。なんだっけ、名前忘れてたけど、あのシラスのやつ。シラス選択権で取ればいいけど、シラス選択権で取らないと深見くんだっけ持ってないんで、大してレベルも高くならないはず。クラゴまで多分持っていけないんで、特攻のパーセンテージがだいぶ低いんだよね。でタッちゃんは PSR クラゴで、南ちゃんは入れるのどうなのっていう話。相棒キャラだからね、それタックが乗ればいいかもしれないけど、ちょっとリスクはあるよね。いつの間にか困ったんだ。さっきから困っただってよね。うん、ボール球だったね。また7対6とか。ここで105でしょ。まあ、浴衣キャラはね、大してエピログポイントをくれるわけじゃないんで、まだまだ敏捷大丈夫。つぼ押し成功。不動を取った。でこれ満点、満点で45、45、45か。半分くらいだね。でハッチは精神くんないから、その分敏捷に回ってる。一応溢れてる感じはしないね。最後のせっちゃんのエピローグポイントを見る限りは多分ギリギリだな。で点数はね、そうだよね、いかないよね。もういってる気がしないもん。1万4000です。943、割とギリだった。不動の4番取ろう。これ取れるもん、ちょっと取ってみよう。それ考えると、まあこういうので北節はまた練習になるから、イベントが終わった後ガチで組めばまたいい選手が作れるかもしれない。肩上げとくか。743、通常だったら余りまくりだからね。でパーセンテージが下がってるんで、これは全然ですね、全然届かないです。今もう406まで落ちてますね。まあ500位を狙えればいいかなっていうところですね。そうすると、あと経験点2万出せればね、また違うんだろうけど、まあ2万の壁は厚いよね。ちょっとどうしようかな。その男の子イベキャラを2人にするのか1人にするのかっていうところはね、ちょっと未だに悩んでるところ。浴衣のハッチじゃなくて浴衣のりょうちんが PSRプラス3とかね、だったら考えてもよかったんだけど、やっぱ 20% の壁はね、でかい。まあそんなわけで、多分まあこの後はもう裏方で
ちょいちょいとやっていく感じになると思います。というわけで、北摂作者で、モテ選手権ですね、現在406位となっております。今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。